すいません、何してるんですか。ちょっと遅いですよ。椎名カエルさんですか。椎名カエルさん、丸の内スタディスティックですけどということで、はい、本日は丸の内へ来ております。どうも、オムニスタイルコンサルタントの小林です。オムニスタイルコンサルタントの熊本楓です。はい、今日は何するんですか。はい、今日はビームスハウス丸の内に。わかりました。じゃあ早速行きましょうか。行きました。10月10日からイベントが。そう、私は個人的にもちょっと欲しいんです。はい、それは欲しいんですか。ショッピングしに来たんです。あ、そうなんですね。はい、行きますか。突撃、いらっしゃい。いらっしゃいというか一緒に行くけど。はいはい、マリアブラックドッグストア、すっごい楽しみにしてたんですよね。どういうブランドですか。デンマークコペンハーゲン初のブランドです。コペンハーゲン、はい。もうちょっと私もまだあんま詳しくないので、じゃあ詳しい人に聞いてみましょうか。はい、ちょっと伺っていこう。じゃあ早速詳しい方に伺ってみましょう。おいちょうど、はい、鹿間さんです。鹿間と申します。鹿間さん、漢字がちょっと読めないです。鬼滅の刃のかまど炭治郎と同じかまどを使ってます。何柱ですか。はい、何柱ですか。何柱かな。水っていうとこうかな。水柱。今回のイベントの目玉となってますのが、こちらの知乃さんとのコラボのものですね。知乃さんってあのメンズとかもあるお洋服のブランドですよね。はい、ウェアブランドの名字デザイナーが手掛けているブランドの知乃さんと今回コラボいたしまして、こういった感じで知乃さんのマスキュラな感じを表現しております。すごい意外なコラボレーションでびっくりしたんですけど。あの知乃の人ですか。あの知乃の人です。あの知乃の知乃さんですか。知乃の知乃さんです。あのデミーでもやってますよね、取り扱いしてるから。ミルクスティームス。そうなんですよ、ニットとか今季すっごい人気ですよ。私今ピアスしてるんですけど、これマリアブラックのやつなんですけど、一個売りなんですもんね全部。はい、もう基本的には一個売りで、今みたいにこういろんな違う種類のものを組み合わせてやれるのがマリアブラックさんのすごいいいところになってます。今回私もこのフープの千葉さんとのコラボのピアスつけてます。結び目の部分ですね、これがエタニティ、エタニティ、永遠の愛をこう主張してるものみたいですね。あ、ぴったり新婚なんですよね。改めてね、ちょっとお伝えして、スルーしてきちゃったんですけど、はい、結婚いたしまして、はい、名字が江頭から熊本になっております。実は男性もつけれるみたいな。男性もあの最近すごくこう注目度が高くて、男性の方ですと割と人気なのがこうやっぱりリングで、あとはこうシンプルなプレーンなイヤーカフとかもメンズの方にもおすすめですね。イヤーカフ1個つけてみようかな、せっかくだし、ね、これが左耳用で、こっちはあの左耳のみの販売になってます。イヤーカフこう細いところから入れていただいて、下にクククッと下ろして、あの自分の耳にフィットするところで止めていただくという感じです。かわいい、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 見たい見たい、かわいい、かわいいです。存在感すごいですね。いや、モテちゃうなこれは。やばいね、新婚なのに。これはモテちゃう。ピアスホール開いてない方とかも最近だとすごく多いので、こういったイヤーカフだと、まあ、そういうピアスホール開いてる開いてないに関わらずつけられるので、ギフトにもすごいおすすめです。これでおいくらですか。こちらで税込み22,000円。意外にコペンハーゲンのブランドなのに意外に手が届く。そうなんです、意外と届きやすい。はい、お求めやすくて、一つ買ってまたプラスでね、こういろいろ合わせていただく。あと最近すごい来てるのはやっぱネックレスが来ています。ネックレス、こちらのイニシャルのネックレス。そんなにイニシャルが目立たないので、そうなんですよ、また使いやすそうですね。なんかちょっと
期トレンドでもあるコインのモチーフになってて、なんかこう変に本当言ったようにイニシャルイニシャルしてない感じがまたいいですよ。これは喜びそうですよね、新婚さん特に。イニシャルがマリアブラックであるのって嬉しい、うん、いいですよね。しかも、まあ、メンズの方もつけるってなると結構こうアジャスターの調節がマリアブラックのネックレスってすごい多くて、うんうん、こちらも長さが調節していただけるので、ここでこうクククククとしていただくと素晴らしい、なんかこう短くもなりますし、まあ、それぞれのお好みだったりとかお洋服に合わせて変えていただけるので、これもすごいマリアブラックさんの一つの強みかな。つけましょうか。つけてみます。つけましょうか。今すごい短い感じでつけてます。わーい、どうでしょう。いいですね。かわいい。そんなにこう主張しない感じが大人っぽくて上品な感じでいいですね。これいいですね。うん、あれとこれと一緒につけられるやつ欲しかったんですよ。あれ、これ何ですか。あ、これは T ですね。誰の T だ。私誰。最近いつまでですか。12月27日の日曜日まで開催してるので、まあ、時間はたっぷりありますし、クリスマスプレゼントにも、うん、駆け込みも間に合いますね。27までなら間に合いますよ、うん、ということでたくさんご紹介いただきました。鹿野さん、今日の一言いかがでしょうか。はい、やっぱりこう注目度も高いマリアブラックで、今回あのデザイナーの千野さんとコラボしていて、より素敵な魅力的な商品たくさんあるので、ギフトにもご自身のご褒美にも足を運んでいただいて選んでいただけたらと思います。ありがとうございます。さすがギフト柱。さすがギフト柱。ギフト柱になりました。ギフト柱になりました。鹿野さん、愛にビームスハウス丸の内へ。はい、ということで今日はビームスハウス丸の内にお邪魔してきました。マリアブラックすっごい可愛かったですね。イベント12月の27日までということなので、ぜひ皆さん足をお運びください。ギフト柱の鹿野もお待ちしております。今日はご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。